皆さんこんにちは。オハイオ州シンシナティ在住のミキです。今回はシンシナティミュージアムセンターに行ってきたので、その様子をシェアしたいと思います。シンシナティミュージアムセンターはシンシナティのダウンタウンから北西に3キロほどのところにあります。この建物、素敵なデザインだと思いませんか？いきなりですが問題です。今から88年前に有名な建築家によって設計されたこの建物、もともとは何に利用されていたでしょうか？ 1. コンサートホール 2. 駅舎 3. 大学。正解は 2. の駅舎です。1933年にユニオンターミナル駅として作られたこのアールデコ調の建物は華やかで、とても綺麗に保存されています。なんと今でも電車が走っているそうですよ。現在は観光名所としての顔を持っており、中にはシンシナティ歴史博物館、デュークエナジー子ども博物館、自然史科学博物館、オムニマックスシアター、シンシナティヒストリーライブラリーなどの複合施設として利用されています。歴史や自然、科学を学んだり、映画を見たりすることができるみたいです。今回は博物館を目当てに散策してみました。シンシナティヒストリーミュージアムでは1940年代のシンシナティの街並みが国内最大級のジオラマ模型で展示してあります。1940年代はシンシナティの都市開発が最も盛んに行われた時期で、現在の街並みと比較しながら楽しむことができます。ハロウィン仕様になってる。すごい大きいね、なんか奥にまで。確かにすごい、しかもすごい成功に作られてる、うん、これ旧路面電車かな。本当だ、三角堂じゃない。本当だね、音楽堂。え、じゃあ公園は？ワシントンパーク。あれ、ワシントンパークじゃない？ちゃうかな。あれ、あれじゃない、見えない。昔の公園。ああ、そうか。だからワシントンパークは実はなかった的な？そうなのかな。ワシントンパーク。あ、本当だ、ワシントンパークがある、なんか今とちょっと作りが違うね。違うね、なんか建物あったじゃん、ここら辺に、うん、あの大砲もさ、ほら、こっち側に置いてある。大砲ある、ね、リスいる？これじゃない、ちっちゃい。え？ゴミだ。すごい、野球場あるよ。夜になったなと。すごい見て、すごい光ってる、綺麗だね。天井が光るのつく。本当だ、シンシナティの夜景です。消防車がいる。これ一つ一つ電車のところまでさ、街灯もしっかり電気がついて、うん、細かいね。全体像はこんな感じです。すごい広いところに大きなジオラマが置いてあります。電車があるよ。シンシナティのダウンタウンにはシンシナティベルコネクターという名前で、今でも路面電車が走っています。なんと無料で乗ることができるんですよ。昔の路面電車はこんな姿をしていたんですね。なんかレトロだ。あ、すごい、窓の外が再現されてるよ。本物なのかもね、このさ、うん、あの廃れた感から言って。出発するんだ。
シンシナティの街がどうやって発展してきたかを知ることができて楽しかったです。そして次は自然史科学博物館へ。このダイナソーホールには世界的にも貴重な恐竜の化石が展示してあり、恐竜の進化や生態を学ぶことができます。この白いところは本物みたいです。このアイスエイジギャラリーでは2万3000年以上前の氷河期の世界を探検することができます。大きいね。藻類はたくさんの植物を歯ですりつぶして食べています。歯のすり減りを防ぐために歯一本一本を大きくする代わりに歯の本数を減らして進化してきました。しかしこのマストドンはまだ歯が多くギザギザしており、ゾウの原始的な特徴を持っています。このニール・アームストロング宇宙探索ギャラリーはアポロ11号の多大な功績をたたえ、月面着陸時に使用された宇宙服のジャケットやキャップ、月の石などが展示されています。また宇宙の仕組みについて体験型シミュレーターで学ぶことができます。このさ、自分が立つことによってさ、軌道が変わる。すごい。上に乗るから穴ができるからさ、引き寄せられるんだよ。引き寄せられてまた出てっちゃうよ、うん、重力みたいなね。なんか近づきすぎるとさ、反発力に変わるじゃん。行かないの。常に同じ方向を月は向いてるじゃん。ただ太陽が当たる位置が方向が変わるから満月になるんですよ。でも常に同じ方向を向いてる地球に対して。あ、月が満ちてきた。え、太陽はどこにある？太陽向こう。あ、あっちが太陽で。すごいね、これは。あ、なるほどね。ずっとこっち側から当たってる。そうそうそう、だから満ち欠けが。すごい、これは子供が見せたい。月の勉強になる。ね、面白い。
回私たちが訪れた時にはちょうどピクサー展が行われていましたよ。このギャラリーではキャラクターの形を作る段階から映画館で上映されるまでにおける 3D アニメーション制作の技術について学ぶことができます。すごい大きい、すごい、バズでっかいね。等身大じゃないか、でっかい。こうやってこうやっていろいろ変えれるのがすごい。この変化の度合いをこの関数を使って表現できて、しかも速さも変えれる。こうやってこれだとすごい、自分でこう書いて書くことができたらよりいいよね。これ入り口のところのじゃないかな。こういうのかわいい。これね、マグネット。いいっすね。天井素敵だよね、こういう。おじさんのポスター、おじさん、かわいい。シンシナティミュージアムセンターの働いてる人になれる服、でもかわいい。すごい楽しかった。あの重力のやつとかさ、うん、マジ感動した。わあ、最高。ね、子供がすごい喜びそう。すごいレベル高すぎ。ね、楽しかった。最後までご視聴いただきありがとうございました。どのギャラリーも体験型の展示が多く、楽しくてついつい3時間以上滞在してしまいました。この楽しい時間を少しでも皆さんと共有できていたら嬉しいです。よろしければグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。